吉沢野球博物館は、千葉県船橋市にある野球専門の博物館。一般財団法人、吉沢野球博物館が運営していた。2014年3月31日をもって休館。吉沢前吉が、個人コレクションをもとに、資材を投じて1979年に、吉沢野球資料保存館として開設。 当初資料保存のみを目的としていたが、2001年に博物館法により登録博物館となり、2003年には2階を増築して美術展示室を併設した。特に東京六大学野球をはじめとする戦前のアマチュア野球資料の充実は特筆するものがある。開館当初、財団法人、 吉沢野球資料保存館が運営してきたが、長らく個人運営の博物館であり、また、アマチュア野球に対する関心の低迷もあって、一時期運営が危ぶまれたこともあった。登録博物館となった2001年に、財団法人、吉沢野球博物館と解消。その後、一般財団法人化に伴い、一般財団法人、吉沢野球博物館に再解消をした。 吉沢理事長が100歳を超える高齢で2011年体調を崩したのを機に一般財団法人側は船橋市に収蔵品等を寄付する方針を固め2014年3月30日をもって博物館は休館2015年11月20日に一般財団法人側から海保ムツコ代表理事船橋市側から松戸徹市長らが出席して 記念セレモニーが同市で開催された。戦前の東京六大学野球の貴重な資料など、約4300点、同所の土地及び建物の、計14億円相当が、船橋市に寄付された。博物館及び所蔵品の今後については、船橋市側で検討するとしていたが、その結果、2017年になって、同市ならしの台にある、 船橋市総合体育館、第二棟内に、吉沢野球博物館資料展示室の名称で、常設展示スペースを設置することになり、寄贈された、所蔵品群の一部が展示されている。ABCDF e 船橋再発見マガジン、マイフナネット。吉沢野球博物館が35年の歴史に、ピリオドマイナス3月30日に休館へ。 h t t p コロンススララッッシシュュ m i f u n a n e t スラッシュレギュラースラッシュプレススラッシュナビスラッシュ2014スラッシュ02スラッシュ 13144914.html2016 年1月29日閲覧。abcde 船橋市。テキスト版広報船橋。 http://www.city.funabashi.chiba.jp/shi-sei/kouhou//p040759.html2016 年1月29日閲覧。野球史の原点、系統戦前の道具などを展示。千葉、船橋。日本経済新聞。 2021年3月21日閲覧。インク、産 k デジタル、吉沢野球博物館の貴重な資料、14億円相当を、船橋市に寄付。産 k ニュース、2020年4月3日閲覧。船橋市総合体育館内スポーツ資料展示室について、船橋市、2019年10月4日閲覧。ありがとうございます。